いつもフライトロード通れないんですけど、今日は通れるかな。ナビが古いんで更新すりゃいいんだけど、セコビッチだから。フライトロードの道ずっと行けば、後ろのトラックすごい勢いで追突してきよるけど、追い越し車線あるよ、よかったね。はいはい、追い越して、はいはい、行って行って。こっちですね。こっちに。すごいこれ。ハスが怖い。でかすぎて。ゼルダの伝説不思議な帽子ってこういう感じでしょ。フライトロードを通ってやってきたところはまさにカントリー。あれはもうカントリーロードって言っていいですよ。ここなんでしょうか、展望台って。これは見晴らしいね。これが今通ってきたカントリーロードです。すげーです。よく人間は作りますね、こんなものは。カントリーロードを通ってやってきたら食べたいもの、これですよ。カントリーマームアイス。そこ来るのにぐるんぐるん回っちゃったんでね、溶けてると思います。カントリーっぽいですよ、木のさじ。カントリーマーム、ガリガリ君で有名な赤木さんが作ったアイスですからね、味は間違いないと思います。クラッシュしたカントリーマームがバニラの中に散りばめられているんです。いただきます。美味しいね。食感がすごい残ってる。でもチョコチップクッキーっていうよりはチョコが本当に塊で入ってる感じでザクザクします。時々はボキッボキッってチョコが裂ける音がする。うん、ちょっと溶けすぎちゃったね。カントリーマームシェイクみたいになっちゃった。カントリーマームって袋にね、美味しく召し上がるためにはレンジでちょっとチンしたらいいですよって書いてあるんですよ。それはね、やっぱ赤木さんは自分のテリトリーに呼び寄せる感じで冷やしちゃうっていう逆を言っちゃったわけですよ。これ尾道市内には売ってなくて、まあ全部回ったわけじゃないんだけど、うん、美味しいですよ。粒感が見えるかな。これはね、時々食べたいかって言われたら食べたいです。カントリーロードの歌ね、宮崎駿先生が替え歌作ってるでしょ。日本語版のあの歌聞くたびにカントリーロードの後がこの道じゃなくて尾道に聞こえちゃうんだよね。どうしても尾道人はカントリーロード、尾道ずーっと行けば、上から下までずーっとうまい。富士屋さんと赤城乳業株式会社さん共同制作のカントリーマームバニラアイスでした。ごちそうさまでした。ここまで来る間にどのように右往左往したかご覧ください。フライトロードって書いてくれんとわからんわな。えちょっと聞いてこようか。セブンイレブンで聞いたら飛行場にもう一回戻れと言われたので、いやこれはまず飛行場に戻る道ってことだろ。どうやって書いてある。ホテルしかないね、これ。この道は戻れないのかな。え、あっちってどっち。これまたセブンイレブン行くんじゃない。これなんかこれ高速だったらもうどこまで行く。山口まで行く。あれもうインターチェンジじゃない、あれ料金所じゃないのこれ。聞いてこようか。あ、おまわりさん、おまわりさんに聞こうか。え？いや、道違うっていうことで案内されて高速入り口を逆走します。空港方面に行ってくださいと。セブンの人もインターの人も普通に出てる看板ありますけどみたいに、節穴だからね。あ、なんかこれね、これなんだね。これがフライトロードなんですね。ナビを見ると道なき道を行ってます。まさにもうこれ地図上で見るとこの車がフライトしてるぐらいの。お、でもこんな道なんか通ったことあるよね。高いね。若干空気も薄い。これもう間違い。今日は行ったり来たりしてます。ナビに慣れてるとね、ナビがないと何もできないね。オートキャンプ場であってんかな。まあここに来たのでついでにコテージをご紹介。コテージでケビンで一夜をお過ごしください。これか。こっちですね。こっちに精神寺。ぐるんぐるん。
ね、ひどかった。カーナビのデータはアップデートした方がいいですよ。